マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエット中、野菜を中心に食べていますという方は多いと思います。でも待ってください。実は野菜に使っているドレッシングで太ることがあるんです。そこで今回はダイエット効果の高いリンゴ酢を使った痩せる神ドレッシングレシピをお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロリンゴ酢の神ドレッシングお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのドレッシング痩せることができるのでしょうか、そのポイントと、2つ目、痩せるリンゴ酢の神ドレッシングレシピ、材料作り方注意点お伝えします。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢を使ったドレッシング痩せるのでしょうか。ポイントが4つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整う材料を使っているからなんですね。イコール痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができるんですね。そうするとあなたは根本的な痩せ体質に生まれ変わることができるんです。そして2つ目、便秘を改善することができますよ。これもすごく大事ですね。便秘の方は頑張っても痩せません。もう毒素が体中に回ってしまって老廃物がずっと溜め込んだまま、そんな方はね、代謝が落ちますから残念ながら痩せるのが難しいんですね。まずそこを根本的に改善していきましょうということです。で3つ目、脂肪燃焼効果がめちゃくちゃあります。もうどうせ食べるなら燃やしてもらった方がいいと思いませんか。そして大事なとこ、これ4つ目、無添加です。もちろんね、手作りですから無添加なんです。材料も全部無添加。市販のドレッシングは残念ながらめちゃくちゃ太る材料が入ってるんですね。余計な添加物、人工甘味料、香料、ね、化学調味料、もう絶対良くないですよ。そんなものをわざわざ取ってしまうとどんどん太ります。なのでぜひできる限り手作り、しかも簡単にできますから、ぜひねすぐに作っていただきたいなと思います。では2つ目の項目です。ここからは痩せる神リンゴ酢の、ね、ドレッシングということで、材料、作り方、痩せる食べ方注意点、この順番でお話しします。では材料の1つ目は人参を使います。人参ってすごいんですよ。1本でイコールバナナ 4,5 本分の食物繊維を摂ることができちゃうんです。なのであなたのお腹も便秘解消、デトックス、代謝が上がって痩せるっていうのにね、ものすごく役立つお野菜になります。でしかもビタミン C や β カロテンも取れて、栄養もここでしっかりと取れます。では2つ目の材料のダイエット効果はこちらです。リンゴ酢ですね。もう脂肪がどんどん燃えて基礎代謝も上がって、しかも太るもと、血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれる、イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれるお酢がリンゴ酢になります。いろいろあるお酢の中でもやっぱり酢酸の働きが一番強いのがリンゴ酢なので、ダイエット目的でしたらリンゴ酢がおすすめになります。でまたね、満腹感も得やすいので、あなたの食欲を抑えることもできますし、カリウムの効果でむくみも改善してくれることができるんです。はい、そして次は蜂蜜も使っていきます。蜂蜜もですね、甘いしカロリー高そうって思う方多いかもしれませんが、適量使うと脂肪燃焼効果もありますし、何よりも栄養価がすごく高いんですね。ですから決してここで白砂糖なんかを使わずに、もうぜひ蜂蜜使ってください。そしてね、次オリーブオイルも使っていきます。ドレッシングですの でこの時はエキストラバージンオリーブオイルの方がより効果がいいと思いますので、ぜひ良質のオイルを選んでくださいね。オリーブオイルも腸内環境を整えて便秘改善、デトックス、ポリフェノールも豊富です。で満腹中枢も刺激しやすいので、あなたの食欲を抑える効果も大きいです。ではここから材料と作り方に入ります。こちらの神ドレッシングの作りやすい分量としまして、1、人参が 40g、まあ、約4分の1本分ぐらいですね、大きいサイズのね。で次に純リンゴ酢大さじ1、蜂蜜小さじ1で、塩コショウは少々お好みで使ってください。そしてオリーブオイルはエキストラバージンオリーブオイル、良質のものを大さじ2杯準備しましょう。ではここから作り方に入ります。1つ目、人参はですね、できればもう皮ごとすりおろしてください。皮とね、身の間に一番栄養がありますから、きれいに洗って皮ごとすりおろしましょう。2つ目、ボウルにリンゴ酢、蜂蜜、塩コショウを入れてよく混ぜ合わせてください。特に蜂蜜は溶けにくい場合はレンジでちょっと温めると作りやすいですね。
そして3つ目、オリーブオイルを数回に分けて少しずつこのボウルのねザルにこう合わせていくわけですね。いきなりドバッと入れるとねこう分離しちゃって難しいので、少しずつ少しずつ混ぜてください。それでとろみが出たら最後にこのねすった人参を入れたら完成です。このドレッシングの注意点です。ぜひリンゴ酢は純リンゴ酢選んでください。私もねこういった純リンゴ酢使ってるんですね。で裏の原材料名見ていただくと、リンゴ果汁かっこリンゴ国産のみでできているリンゴ果汁 100% のみの純粋なものを選んでください。ここで間違っても人工甘味料とか添加物、そのまま飲めるこのスウェートタイプみたいなね、そういったのはリンゴ酢ではないと私は思っております。ぜひねこういった良質のリンゴ酢を選びましょう。さあいかがだったでしょうか。今回はせっかくダイエット頑張っていてお野菜を食べるときに間違ったドレッシングで召し上がっている方は一生懸命食べても太る一方です。ということでポイントは無添加のカロリーが低くってしかも栄養価が高い腸内環境を整えるドレッシングを作ることでしっかりとお野菜も美味しく召し上がっていただいて健康的で綺麗に痩せていただければなと思って準備しました。ぜひご活用ください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録、また作った時のご感想などコメントいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。